中国外務省、原発攻撃に、冷静に、国民の安全は関与せず、ウクライナ、中国人留学生4人死亡無視、中国外務省の広志部明副報道局長は4日の記者会見で、ロシア軍によるウクライナの原発に対する攻撃をめぐり、ウクライナの核施設の安全保護は支障なかったと聞いている、と表明。その上で、ロシアへの直接の批判はなかった。また、関係各国は冷静さと自制を保ち、核施設の安全を確保するよう呼びかける、と強調したが、それ以上の言及はなかった。一方、ウクライナメディアは、北東部ハリコフで3日、ロシア軍の攻撃で中国人留学生4人が死亡したと伝えた。これに対し共産党機関紙、人民日報系の環球時報、電子版は4日、在ウクライナ中国大使館が死亡情報を否定したと報じた。現時点で中国人の被害は負傷者1人という。広志氏は、ロシアとウクライナの、両国はあらゆる必要な措置を取り、中国国民の撤退に安全上の保障や便宜を提供するよう望む、と都合よく訴えた。